はい、どうも、皆さん、じゃナイトです。ということで、今回はですね、ステラ第1弾の第2弾、どっちが強いのか解説やっていこうと思います。ということで、先週ですね、こちらのステラ第2弾がね、登場になったと思います。なんで、もう1週間以上ね、経ったということで、今回は、結局ね、1弾の第2弾、どっちが強いのか、ということで、今回ちょっと使用感だったり、そういうのを踏まえて、今回話していこうと思います。なんで、結構多くの方がね、こちらの第2弾、いたと思うんですけども、やっぱり1弾で、ね、 どう使えばいいかとか持ってる方もいるんで、今回は1段と2段の違いだったり、そういうのを話していこうかなと思います。ま、ぜひね、ステラコレクション、2段引いたよって方はぜひ最後までてくれると嬉しいです。ということで、早速にやっていこうと思います。レッツゴー はい、ということで、まずは第1弾と第2弾の違いから話していこうと思います。まず1個目はですね、センタースキル違いから話していこうと思います。ということで、まず1弾のみにしか、ね、センタースキルがこちらの上村ひなの、ハブみずほ、藤吉じよしかりんですね、はい。この3名が1弾にしか、ね、センタースキルでございます。まず1個目のセンタースキルが、深度同タイプのセンタースキルのうち、ボーカルとパフォーマンスのみ効果をね、アップっていうと、自身と同タイプのセンタースキルの近くパラメーター とも、ね、高い効果はそれぞれぞ0.65発動パフォーマンス効果のみですね。1段にしかないセンタースキルになっておりますと。で、一応ハブちゃんは、こちらダンスなんでちょっと U1 本の似てるとこもあるんですけど、U1 本の方が0.7なんですよね。5問で、こっちの方が数字が違うって感じですね。はい。まあ、名称の違いって感じです。こちらが1段のみしかないセンタースキルになっておりますと。続いて2段にしかないセンタースキルからですね。まずは佐々木組みですね。こちらはダンスとパフォーマンスの効果のみですね。 しかないセンタースキルになっておりますと。続いて、はめきしひょりですね。こちらボーカルのみの効果のみですと。で、あとは、こちらの松田里奈のボーカルのみですね。こちらが二段にしかないセンタースキルになっておりますと。で両方とも三つですね。三つ違うセンタースキルを持って登場しております。ここがね、一段と二段の違いになっておりますと。この辺の違いは、やっぱりあの、センタースキルの性能とかにも変わってきますと。変わってくるので、大事なとこなんじゃないかなとは個人的に 思っておりますと続いて1なと二にはどっちがね強いか問題なんですけども、まあ、個人的には次男の方がセンタースけルと性能面を合わせて結構強いかなとは思います、まあ、なんて言ってます一旦のメンバーが斉藤京子ハブみずほうろさりナ藤フジョしかりんですねかりんちゃんはまあいいパントは良い勝負ぐらいなんですけどもやっぱりこの三名ですね結構強い方だとは個人的に思っておりますこの辺とかやっぱりあの育成差とかでも個人差がかかるかなと と思うんですけど、個人的にはこの3名も結構強いかなとも思います。2台のリバー、結構強いかなと思っています。と、まあ、で正直、この辺の3枚は多分必須級かな。1段の必須級の新カードかなとは思いますね。続けて2段の方が2段も別に弱くはないんですよ。2段の方で必須級は小林優衣ですね。と、あと松田理奈ですね。こちらと佐々木未来ですね。この3名が2段で、まあ強いメンバーかなとは個人的に思っておりますと。でなんでかというと、まあまず。 ミーパンの方はまあオーカルダンスのみ効果するのでやっぱりカリンちゃんよりは使いやすさもあるっていう感じですね。やっぱり強いかなと思います。あとはリナと小林が普通に今センタースキルに人によってはね強いね編成を組めると思うんで結構個人差が、ね、出てるかなと思うんですけど普通に強いエノになっております。なんでこの3つですね今回リダンでは必須かなとは思いますな。個人的にはですねまああまりねこの区別どっちが強いかみたいなね言うとなんかあんまりねどっちが強い 強いかっていうのは、はっきりちょっと言えないんですけども、個人的には、ま、あ一難の方が、強さとか、スリーク、直前情報によるんですけども、一難の方が強いかなとは個人的に思っております。二難も全然ね、パクはないんですけども、性能的にもなんか一難の方が強い予感がするので、個人的には使って,てね。なんで、今回一難の方が、一難の方が、ま、あいいかなとは思います。育成状況に本体って個人差が結構変わるんで、ま、あそんなにね、この強、今回紹介した強さを参考 ここにね、そんなになんないかなと思うんですけども、個人的な考えはね、こんな感じです。で、続いてですね、一難の復刻どうなるのということで、まあ、今年中の復刻はあるか微妙なラインですね。はい。なんでね、こんな微妙なラインかというと、まずですね、ペアプレ復刻がまだ終わっていないですね。こちらはあと5、6、7、たの復がまだ終わってないんですよ。なんで、そっちを先に出すと思うんで、復刻的にも。 ペアパレの服が終わった後にまステラが食うっていう流れがやっぱり一番いいのかなと個人的に思っております。で、今、まあ、現在の環境がやっぱステラの方が強いので、このね、ペアパレ出しても引かないよって方も結構いるかなと思うんですけども、ですね、コメント欄で見てても、ま、はあ、5段の服を待ってるよって方も結構いたので、全然引く人もいるかなと思うんで、全然ペアパレ服がまだ出してもいいんじゃないかなとは個人的に思っております。はい、なんで別に、この辺のね、興味がなかったら別に引かなくていいだけなんで、そういう人もね、全然 スルーでいいいかなと思います一つね、一年の復刻が決定して、もうちょっと記念点がありまして、僕のメンバーが全員で登場しないってことですね。今のところ、まあ、2名がもう卒業してしまってると、ハブちゃんとナッチョが卒業してるでも登場がないですね。あとは、キョンコウが卒業発表してるということで、<あ>ことで多分ですね、卒業前には多分登場がね、多分、だいぶ可能性的には低いと思うので、多分卒業後になったらコレクションの復刻があると思うんです個人的には。なんで、 まあ、多分、この3名は、福、福くないと思います。はい。なんで、この3名は福く,くないんで、どこで撮ればいいか、い,いかなんですけども、今、ハブちゃんがね、火災中の応援撮影ですね。応援撮影の方で獲得できますと、ハブちゃんはあれですね、もう、福があったんで、応援撮影に。なんで、そこで今、ここで今ね、ハブちゃんのステラバーが、 得ができます早くく、ね、撮影を聞いいてください結構ね、確率は結構難しいんで、テロは当ての結構簡単ではないんですけども、一応獲得はできます。あとはナッチョも多分今月月末か、まあ来月ですね。で多分音撮影で復具があると思います。なんでこの3名は多分ですね、いずれ、まあキョンコもね、入ると思うんで、まあ音撮影の方で獲得ができます。まあ、ちょっとね、確率は難しいんですけども、結構難易度高いって感じですと。 で、この3名が復刻しないということは、一社の復刻が、藤吉カリん、大沼、秋宝、上村、日なのかな、3名になる感じですね。はい、なんでまあ、メンバーはね、少ないんで、狙いやすくは多分なってるかなと思うんですけども、でこの3名が、ま復刻でいないのはちょっとね、寂しいって感じはあります。 はい、ということで以上が第3ステラ第1弾と第2弾、どっちが強いかだったんですけど、いかがだったでしょうかステラコレクションね、<あ>本当にさっきも言ったんですけども、まあ、やっぱり育成さによって、いろいろね、強さは変わってくるような個人差が来ると思うんですけども、ぜひね、少しでも参考に、参考にね、してもらえばと思います。はい、ということで僕はラストハブちゃんステラを引いて終わろうと思います。まあ、多分確率的にだけが難しいんですけども、まあ最後10連だけ引いて終わると思います。あとぜひね、今回の だだったたららやりましたらコメント欄で教えてくださいということで、なんか、ロードがラ,ラグいけどね。まあ、引きましたが、ハブちゃんのこの応援札で。エステラコレクションを目的で引いてる人いるのかな果たして。わかんないんですけども、ぜひね、ハブちゃんの応援札で引いたよって方は、ぜひコメント欄で教えてください。ということで、確定はなさそうだけど、ありそうでもあるのが、ロード的にも。 ないかもマジえスキップしちゃったああ出した。